短い、行くって確かに不自然極まる酷使をしてきましたからね。血の治療に来た患者が、イニシン。まるで悪夢を見た後の母に抱きついて泣きじゃくる子供のように。楽譜に書いてある指示メモが難解極まる。悲観に向かうご飯粒。この手は何のためについている。サッカーの試合中、監督がイニシンなことを言い出した。愛するがゆえに見守る愛もある。育児に全く協力しない夫が偉そうに語り出した。残高が増えてるわ。長生きしようよ。白クマちゃんのオレンジに全がけ。体のどこかに当たってくれ。次週そこだけは当たってほしくなかったをお届けします。直接お仕置きしてやろうか。これでも受信料必要ですか。決勝で会いましょう。ユミの彼氏そういうところあるよね。でも超低温で凍らせてあるんでしょ。そんなに味が変わるものなんですか。バカ言っちゃいけねえ。冷凍マグロにだって鮮度があるんだよ。今俺に分かって言ったか。待ってください皆さん、この妖怪は悪くないんです。こいつ妖怪の肩を持ち上がってきっと妖怪の仲間になったんだ。どうしますボス。大型免許取得。私は無事と伝えて。私は無事です。ごめんね、傘借りるね。チャンネル登録で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。